はい、皆さんチェース。はい、今回はね、もうみんな見てわかる通りこちらですね。こちらの商品、こちらを買ってきましたので、早速ね、ちょっとね、まだ今考えてることがあるのでサムネ通りやっていきたいと思います。はい、早速ね、中の方を取り出して、1個だけ使いました。そちらがこちら。そちらがこちらってどういうことなの？ですね、ドレインファブニルポリッシュオービット、僕が愛用しているこいつにですね、まあメタルシップ埋め込みました。皆さんもね、もうサムネ見たらわかると思うんですけれども、あのドレインファブニル、僕昔にね熱埋め込んで最強のカスタマイズ作ったんですけれども、まあこいつとね、このメタルチップ、どっちのメタルチップが強いのか試していきたいと思います。はい、はい、まあいい企画なんじゃね、なのかなと思うよ。はい、いつものね、愛用ブルーランチャーでやっていきたいと思います。いくぜ。大丈夫、左だよ。左の足の球から左なんだよ。気をつけてよ、OK、頑張る。 OK、 もうちょいこっちにする。もっと、なんやもっと。はい、3、2、1、ゴッシュ。さあ、どうなる。てかもうね、メタルチップつけるだけでね、やっぱかっこよさが増すよね。おお、重さ互角っぽいね。さあ、ドレインファブニルだが、お互い左回転同士なのでドレインできない。発揮できない強さの中、崩れてきた。おお、まあほぼ互角だけど、こっちの方が今勝ちましたね。じゃあ3ポイントでやってみようか。ロックはこっち外れてない。1個外れてた。オッケーオッケー。こっち今行ってんの。うん、よし。多分これバーストはしないんじゃない。行くよ。よいしょっと。3、2、1、ゴッシュ。おーおーおお、重いね。うん、お互い。おお、上からダンクシュート入ったけど、いやー、メタルチップつけるだけでね、もう印象がガラッと変わる。うん、前つけたのこのブルーのやつなんですけれどもね。おお、あー、おー、スピンフィニッシュ。よいしょ。これはもう俺の、お、ワンロック。外れてなかった。おーおーおお。あ、ん、でもね、やっぱね、チップによってやっぱ硬さって変わるのよ、ロックの。うん、ちょっと柔らかくなっちゃったかなとは思う。じゃあもう一個のメタルの方つけて後で試します。3、2、1、ゴッシュ。うわ、今の一撃痛そう、こっち。あー、でもバーストはしないでしょ。うん、一応そのなんかメタルチップによって、メタルチップじゃない、まあチップによって、あ、デールとかそういう字じゃないよ。ディズニー。違うよ。お、お、まあ、こっちさ、思いっきり埋め込んだじゃん。うん、だから無理やり埋め込んだからさ、ロックがめっちゃ硬いんだよ。おお、スピンフィニッシュ。そっち行って2対1。初めて。さあ、どうなるか。俺このままストレート勝ちするかと思った。なんて言ったってポリッシュオービットだからね。3、2、1、ゴッシュ。音、うん、意外と地味な戦いです。そしてここの勝者に、ちょっと僕試したいものがありましてね、こいつぶつけてみようかなって思ってます。うん、周りのあれだけは当たんないな。ほい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 。あらららら。てなわけで、メインのカスタマイズポリッシュオービットのメタルチップバージョンが勝ちました。いやー、メタルチップつけるだけでここまで変わるんですね。多分重さはですね、まあやっぱりレジェンドのこいつの方がやっぱ鉄の部分が多いので、レジェンドスプリガンのチップと比べるとこっちの方がやっぱり若干軽いとは思います。はい、それではね、どうしようかな。どっち回したい。いくよ。3、2、1、ゴッシュ。まあそんなもんか。綺麗なアタックするんだけどね。いや、ドレイン強すぎだよね。うん、はい、てなわけでノーロック、まさかの俺が回してもノーロックでした。うん、
いやー、このねカスタマイズ皆さんよかったらやってみてください。あのね、アトミックじゃなく僕はオービット派ですね。断然もう昔からポリッシュオービットはもう僕のカスタマーなんでちなみにね、ちゃんと星4つあります。はい、それではね、まあメタルチップを見込んだドレインファブニルは、こっちの多分ね、同じ改造したらこっちの方が強いんだろうけど、まあやっぱり違法改造なんでね、まあ皆さんはこっちのチップは埋め込まないようにしましょう。ただね、こっちのチップの方が重いのでおすすめではある。うん、行っちゃったぜ。まあそんなことなのね、皆さんお楽しみいただけたでしょうか。よかったらね、チャンネル登録コメント等々よろしくお願いいたします。それでは次回もよろしくお願いします。以上。